どうも大輝です。普段は年商1億円の小さな会社を一人で経営しています。今日はめちゃくちゃ人生の変わるジャーナリング書く習慣について解説していきたいと思います。で、僕ね2014年からこの書く習慣をやっていて、もう10年ぐらいかな、ずっと続けてるんですけど、これ続けてるおかげで年商が独立してから1000、3000、5000、1億とずっと上がり続けてますし、今出版関係の仕事もしているんですけど、僕の周りにいる本当に幸せでちゃんと自分のやりたいことやってお金稼ぎ続けてるっていう人たち、ほとんど皆さんこの書く習慣っていうのを実践しているので、実践して幸福度と売り上げ爆上げしていきましょう。今日の動画ではそもそもなんで書くとめちゃくちゃいいのかっていう話と、具体的に何を書いたらいいのかっていうことについて詳しく解説していきたいと思います。ちなみに僕が2014年の頃に書いた目標設定のがこちらです。当時書いたのが、30歳の時に年収で1000万以上ある、自分の研修やセミナーをプロデュース仕事をしている、パソコン1台でどこでも仕事ができるようになっている、で、仙台と東京行ったり来たりするような生活をしている、これを僕2014年の頃に毎日書いてました。で、今33になったんですけど、どうなのか。会社の売上は1億円超えて、年収は1000万超えました。パソコン1台でどこでも本当に仕事ができるようになってます。今横浜と仙台にもマンションがあって、2つ家を行ったり来たりするような生活をしています。本当かよと思う人はちょっと Vlog 見ていただきたいんですけど、これ本当紙とペンあればどこでもできるじゃないですか。無料で誰でもできるんですよ。で、僕自身この方法を教えてもらって、まあ、とりあえずやってみようかなと思ったら本当に人生変わったので、マジでやってみてください。で、そもそもなんで紙に書くと実現するのかっていう話をしたいと思うんですけど、ほとんどの人の目標が叶わない理由って皆さん何だと思いますか？これはですね、目標忘れちゃうんですよね。これ面白くて、みんな年末年始に目標立てるじゃないですか。来年はこうしたいなとか、今年はこれやろう。それ多分1ヶ月経った頃に皆さんほとんど忘れちゃうんですよ。逆に目標達成する人っていうのは、自分のやりたいこととか目標をちゃんと覚えてる人なんですよね。覚えて意識していれば、今の自分の行動がその目標に向かって正しく取れてんのかとか、ずれてないかっていうのがわかるんですけれども、目標忘れちゃうんで、みんな全然ずれたことやってても気づかない。そしてあっという間に1年が経ってるっていうのが目標が達成しない理由になります。なので、目標ややりたいことを毎日書くことによって、自分の脳や潜在意識に刷り込むことができます。ちなみに、パソコンでいいんですかって言われるんですけど、これベストセラー作家のアラン・バーバラさんという方がいるんですが、その方の本によると、パソコンやタイピングでキーボードを使う時の指の動作っていうのは8種類のみらしいんですね。手書きで書く時の動作っていうのはなんか1万種類ぐらいあるらしいんですよ。手と脳っていうのは連動してますので、やっぱり手が動いた分脳が動く、脳が動いた分自分の書いたことっていうのがより自分の意識に刷り込まれるようになっていきます。この紙に書いて自分の意識に刷り込ませていくっていうのめちゃくちゃ大事で、例えば今の自分の目標が月収30万だったとしましょう。月収30万から月収60万っていうことを意識に入れてちゃんと刷り込んでいくと、月収30万である自分がなんかおかしいなみたいな気持ちになっていくんですよ。そうすると60になるには何が必要なんだろうって自然に思いますので、自分にちゃんと刷り込ませていく、ビジネスでも恋愛でも全ての目標に関してこの書いてちゃんと刷り込ませるっていうのがすごく重要になるんですね。なので皆さん、まずはちゃんと書いて忘れないってことがすごく大事です。逆に忘れないだけでいいんだったらやる気に出ませんか？僕はこれを聞いた時に、あ、忘れないっていうだけで目標というのは達成しやすくなるんだってことを知ってから、あ、忘れないようにちゃんと書こうと思ってずっとやってます。これちなみに、目標を達成させるには脳みその大脳基底核っていう部分を刺激する必要があるらしいんですけど、書くことでこの大脳基底核っていうのもすごい刺激されるらしいです。じゃあ具体的に次にどんなことを書いていったらいいのかっていうことについて解説していきたいと思います。僕の実践しているポイントは3つです。最初に3つ紹介します。1つ目が、今何を感じているのか書く。2つ目が、今までどうだったか書く。3つ目が、これからどうなりたいか書く。この3点に絞って僕は毎日ジャーナリングを実践しています。まず1個目、今何を感じているのか書くってことなんですけれども、これは感情を書き出すということをやっています。自分の思考をまず言語化しようとした時に、自分の心の中にモヤモヤだったりとか、イライラだったりとか、なんか邪魔な感情があるとね、言語化しづらいんですよね。なので先に僕は自分の感情を書き出すってことをやってるんですけれども、この感情を書き出すっていうのは最初言葉にせずにですね、ぐる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 とか、ギザ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 っていう風に自分の感情を紙に書いていきます。まあ、僕普段こういうスケッチブックと鉛筆使ってるんですけど、で、最初は本当に自由にこのノートの左側にこうやってこうモヤモヤするなと思ったら、モヤ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 とか、昨日めっちゃイライラしたなと思ったら、うん、もうムカつくな、イラ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 とか、こうやってこう自分で自分の感情を素直にこうやってこうなんか抽象的にね、こうやってこう書いていっちゃうんですよ、バーって。こ
こんな感じね。今は例えですけど、これ何書いても OK です。今自分の感じている感情をこうやって表現してみてください。そうするとちょっとスッキリしていきます。だんだんぐる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 書くときに、なんか自分の中で あれがすごい傷ついたなとか、あれがモヤモヤするなとか、これ不安だなとか思ったら、それも口に出しながら書いてみてください。自分の感情をまずしっかり感じることによってスッキリすることができます。スッキリすると、で今までどうだったのか、今後どうしていきたいのかっていうことが鮮明に見えるようになっていきます。そしてここまで書いたら、今まで自分がどんな人生を送ってきたんだっけっていう、過去から今まで簡単でいいので振り返っていきましょう。僕の場合は2014年ぐらいの時はすげえ悩んでたな。2014年から2017年ぐらいまでは修行期間で3年頑張ったな。そっから5年間は独立してからこんな人に出会ってこんな仕事してきたな。今会社の売り上げはこれぐらいになったな。こんな車乗れるようになったな。今まで自分の中にあった出来事をしっかりと確認をして、あ、めちゃくちゃありがたいなっていう風にあるものを見るようにしてるんですね。で、書くときは本当にこんな感じでポンポンポンってこう感覚でいいので、まあ、自由に書いていってください。すっきりして書き出してあるものを見るっていうのがポイントなので、今まで自分の人生こんな人に支えられてこうやって変わってきたなっていうことを書くようにしてください。逆に全然何も変わってきてないんですよねっていう人いるじゃないですか。その場合は全然何も変わってないなっていうふうに、変わってなくて悔しいことを書いていってください。それを糧にしてこれからどうしていこうかっていうふうにプラスに転じるように、次のステップで未来を見つけていきましょう。で、僕はいつもここ書いてる時にですね、これ毎朝やってるからね、バカだなって思うんですけど、あ、こんな自分に人生変わったわ、すっごいじゃんって思うようにしてます。だってもう2014年でやりたいことなかった、仕事も全然なんかスキルもない時とか、まず口座残高が10万以下とか普通でしたからね。もうそんなことから考えると、もう今めちゃくちゃ増えてるじゃんとか、もう過去から今までの成長率で自分のことを肯定するようにしてるんで、これね、他人と比べると自分よりもすごい人ばっかり目につくんで落ち込んでいくんですけど、自分の成長率で自分のことを見ようとしてから僕はね、ぶれなくなりました。なので実践してみてください。そしてここまで書いたら、次にじゃあ今後自分どうしていきたいんだっけっていうことを書いていきます。僕であれば今年商で1億円ぐらいなんですけど、あ、3億円ぐらいになったらめちゃくちゃ嬉しいなとか、今までは講師や著者の方のマネジメントをさせていただいて、その方のセミナーとか研修を企画をさせていただいて売り上げを作るっていうやり方をしているんですが、自分発信で自分の講座とかやれたらすごい嬉しいなとか、というふうにこう自分がこうなったら嬉しいなっていう感情ベースで動くものをどん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 書いていきます。ここは具体的であればあるほどいいです。妄想で全然大丈夫なので、こうなったら最高だな、こうなったらテンション上がるなってことを自由に好き勝手書いていってください。ここでのポイントはそれを自分で止めないことですね。自分でそんなの無理だよなって思ったらもったいないです。で、紙に書くだけ誰にも邪魔されないので、本当に好きなこと書いてください。これ恋愛でも一緒です。例えばこんな彼女欲しいなと思ったら、具体的にこういう優しい人でこういう話に共感してくれて、こういう服装でとかっていう風に自分の中で自由でいいので、どん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 書いていきましょう。なんかアイドルだったらこんなアイドル似てるなとか、好きなこと書いて OK です。そこに自分のテンションが上がれば OK です。ここは本当自分のエネルギーが書いてることで上がるかどうかっていうことを意識してください。で、たまにね、こう何年後まで書いたらいいんですかとか言われるんですけど、何年後までっていうのも自分の中でイメージできるんだったら、あ、3年後はこうなってたい、5年後こうなってたい、10年後こうなってたら最高だっていう風に書いてみてください。自分の中で書き出せるものをどん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 書いていって、未来をガーって広げていく、ここがすごく重要になります。逆にイメージできないものっていうのは無理にイメージする必要がありませんので、書く必要もないです。なので浮かばないなって思った人は、やばい浮かばないっていう風に書いてください。じゃあ浮かべられる自分になってたら最高だな。あ、それっていつまでかな、まあ、3ヶ月後ぐらいにはなんか自分の目標が1個ぐらい見つかってたら最高だなっていう風に、スモールステップでいいので、今あるところからこうなったら最高だなってことを書いていくことをお勧めしています。こんな形でですね、自分に優しくしながら何を感じているのか、今までどうだったのか、そしてどうなったら最高なのか書いていくやり方を僕は10年間実践し続けて、徐々に徐々に人生が良くなってますので、ぜひ実践してみてください。書いたことが結構具体的にイメージできる人は、そのイメージに近しい写真を引っ張ってきて携帯の待ち受けにしたりとか、ビジョンボードに貼っていくっていうのもものすごく効果的です。やっぱり人間イメージできるものがどんどん叶っていきますので、書いていてイメージできるものはどん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 映像化させたりとか、写真にしてさらに刷り込むようにしましょう。あとできればね、鉛筆か、もしくはシャーペン、芯のあるもので書いてください。僕の担当していただいている保険の営業マンさんが年収1億円でめちゃくちゃ成功しているんですけど、その方が僕はこの書くっていう習慣の話をしてた時に、ちなみにさ、何で書いてるって言われて、当時は僕は消せるボールペンで書いてたんですね。だからフリクションで書いてますみたいな話をしたら、あ、
大輝さん、そしたら芯のある鉛筆やシャーペンで書くといいですよって言われました。で、なんでですかって聞いたら、芯っていう漢字には心っていう漢字が入ってるでしょうと。で、書いたことにね、心が宿るんですよって言われて、かっけえと思ってそのまま使ってるんですけど、これ科学的根拠があるかとかちょっと別で、ちょっと自分は楽しいなと思ってやってるんですけど、なのでぜひね、鉛筆とかシャーペンを使ってください。これもう一個言います。もう一個が、僕はこれ年商1億円にグンって上がった方法なんですけど、書いたことをですね、パワーストーンの下に置くってこともやってみてください。これはヤクルトレディやってて、今パワーストーン屋をやってて年商1億円超えている葉月優さんっていう方がいるんですが、その方に直接教えてもらった方法で、菊池さん、なんか目標とかあったらパワーストーンの下に書いて、あとほっとくだけで叶いますからって言われたんですね。で、僕書くことはよくやってたので、本当かよと思いながら、自分のオフィスに、パワーストーン置いてありますんで、その下にシュッて年商1億円行ったらいいなっていう風に書いて置いといたんです。そしたらその年本当に年商1億円バーンって行っちゃったので、なんかこれ、あ、本当に今叶うんだなと思ってるんですけど、ぜひ騙されたと思ってこれも実践してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今日はジャーナリングについて皆さんにメッセージをさせていただきました。で、冒頭でもお伝えしたんですけど、この紙を買って鉛筆で自分の夢とかやりたいことを書くって誰でもできるじゃないですか。すごくシンプルですよね。で、うまくいく人っていうのは誰でもできることを誰でもできないレベルでやる人たちなんですよね。で、僕自身もこれ今習慣になってるので、毎日やらないと気持ち悪いし、だけどこの習慣を取り入れることによって自分に納得感を持って毎日行動できるようになったんですよね。で、幸せな人生って今までの自分にどれだけ納得できていて、今やるべきことにどれだけ納得して取り組めているかっていうことがものすごく大事になりますので、もうこのジャーナリングめっちゃおすすめ。ぜひ一緒に実践していきましょう。で、この動画で学びになったことや気づきっていうのはぜひコメント欄に、記入をお願いします。で、次回の動画ではエネルギーの高い体づくり、こういった成功法則とか自分をやる気にさせる方法って、自分の体づくりとか健康づくりがめちゃくちゃ大事になってきます。また僕の無料の LINE のメルマガでは、皆さんの人生が変わるもっとすごい情報をたくさん配信をしています。今 LINE のメルマガに登録していただきますと、やりたいことを見つけてお金に変える方法、やりたいことを見つけるコンパスノートの書き方、コンパスノートの記入事例、自分のエネルギーを爆上げする行動リスト、めちゃくちゃお金貯まる方法、めっちゃ幸せになる方法、僕が自分のビジネスで年商1億円超えるまでに実践してきたこと、これらのコンテンツを全部無料で配信していますので、ぜひ概要欄から LINE のメルマガも登録してみてください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。